どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター5戦やっていきたいと思います。嫌なモンスター結構いますけども、その中でも特に嫌な5体選びました。いきましょう。それでは対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター1体目、フェアリードラゴンですね。最近使ってる人がとにかく多い気がします。結構当たる。これね、素早さがとにかく速いのよ。もともと速いのに、特性のいきなりピオラ、このいきなり系って対戦で必ず発動するでしょ。ピオラを使われて絶対先制してくるんですよ。で、休みブレイク大のおたけび、耐性をねかなり積んでても食らっちゃうのよね。だから耐性を必ず向こうぐらいまで上げないと、これね対策できないんですよね。本当にね、フェアリードラゴン最近大嫌いです。続いて対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター2体目、シャンタクです。シャンタクも使ってる人が多い。もうタンクといえばシャンタクみたいな感じになってるんじゃないですか今。もうとにかくね、根に持つタイプと嫌がらせ、この2つがもう本当に嫌。根に持つタイプだけだったらまあまあまだいいかなと思うんですけども、嫌がらせで、マホトーンを一緒にかけてきた時がゾーマが何もできなくなる。もう本当にやめてほしい。こいつが来るんで、もう魔法職はやめようかなと今思ってます。もうどうしようもないもんね、こいつを倒しちゃうと。ほんと嫌いです。それでは次、対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター3体目、ゴールデンスライムですね。普通にね、その辺で使われてるゴールデンスライムだったらいいんですよ。ただただ身代わりするやつだったらそれはなんとかなる。でもたまにね、何にも効かないやつがいるでしょ。何にも、あれが来た時がどうしようもなくなる。調べてみたところ、スーパーガードとあともう一つのガード系をつけると、なんだっけ、爆発と風、なんかそれ以外は全て無効化するっていうやつが出来上がるでしょ。ブレイク込みでも無効化しちゃうっていう、それが来た時がどうしようもないのよね。まあそれを考えて、まあ、風とか爆発も使えるやつを連れていかなきゃいけないのかな。いや、それもなかなか難しいんだ。もうこれ本当に嫌だったんで自分でも作りました、ゴールデンスライム。こいつ嫌です。それでは4体目の対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター、光の番人ですね。これもよく当たる、使ってる人が多い。そりゃ強いからね。本当にやっぱね、このロケットスタート持ってるやつって強いね。他のモンスターでもロケットスタートがついてるとすっごい強い。もうなんだ、もう電撃耐性入れていかないと一発で700-800食らうでしょ。それ2回食らったらやばいもん。でさらにこれにシャンタク連れてくるでしょ。絶対シャンタクだもんね、光の番人には。それが嫌。シャンタク倒しても復活してくるんで、もうどうしようもなくなるんで、もう対策を打っていくしかないですもんね。もうむしろもう今まで使ってなかったんで使ってやろうかなと思ってますもんね、光の番人。いや、でもいっぱい使ってるから自分では使いたくないっていうのがあるんですよ。もうとにかく嫌いです、光の番人。それでは対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスターラスト5体目、アルミラージですね。アルミラージは L サイズです。特性がもう本当に嫌いなんですよね。眠りブレイク台と混乱ブレイク台、それに眠り攻撃と混乱攻撃、これダブルついてるんですよ、ダブル。で、全体攻撃と1、2回行動だね。通常攻撃を2回連続でしてきて、大体休み対策をしていってるので、眠りと混乱どっちか食らっちゃうんですよね。この2つついてるっていうのが、本当にね、めんどくさいやつ。で、さらに、わけわからんぐらい素早さ速いこいつがいるでしょう。多分、素早さアップを入れてるんだと思うんですけども、必ず先制で攻撃してきて、こっちがね、眠り混乱になる。戦いにくい。本当
当に戦いにくい。でも自分で使おうとはちょっと思わないかな。はい、ということで今日は対戦で当たるとめちゃくちゃ嫌なモンスター5戦やっていきました。他にもね、嫌なモンスターいますよ、いますけども、今なんか使用頻度が多くて、とにかく当たって嫌なやつを5体紹介しました。これはね、ほんと対策が必要です。もう全て対策するのは無理なので、うん、もう負ける覚悟でこいつには絶対勝つっていう風な、うん、編成でいった方がいいのかな。はい、まあオールマイティなやつ探したいんですけどね、難しいです。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。